こんにちは、山の草尾です。今回は4月10日に撮影した4種類の山野草とこれなーにの山野草クイズをお送りします。八千代の実を見に来ています。早い時期に花が咲くという情報があったので、どうかなと思って見に来ましたけども、ちょっとつぼみが開きかけて花らしいものが見えるのもありますので荒毛ひょうたん木の花が咲いています。これが前回まだつぼみで、花が出ていませんでしたけども、今日は花穂が見え始めています。キツネ柳だと思います。Thank you.
道の子最新の花が咲き始めてるかどうか見に来ました。葉っぱは雪の下にずっと圧迫されていたせいか、なんかあの葉っぱがもう雪が溶けて姿を現してもちょっと潰れてひしゃげたような形で、あんまり綺麗な感じはないです。葉っぱを溶かしたら花が出てきました。ここに一つ、ここに一つ、ここにもあります。今手に3つ持っています。これが茶色い花ですけども、道の子最新の花です。葉の下の方に隠れているので、ちょっとこう葉をどかして下の方から掘り上げてこないと見つかりません。これは開いてますね。開き始めだと思います。もう少し開きます。今回も山野草の名前を当てるこれなーにのクイズを行います。その前に前回の答えを発表します。結構難しかったと思います。今回も5問出しますので、名前を当ててみてください。
答えは次回発表します。ご視聴ありがとうございます。次回もどうぞお楽しみに。